おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何の話をしていくかと言いますと、こちらですね、ソン・フンミン登場グッドチョイススカウト全選手当たりランキング解説させていただきたいと思います。ってことで早速やっていきましょう。で今回なんですけど、ソン、ティアゴ、サカ、ナビケイタ、フォファナっていう順でまあねラインナップ来ているんですが、当たりランキング解説させていただいてですね、上位の3人に関しては育成の方法もお伝えさせていただけたらと思いますので、ぜひねそちらも見ていただければ幸いです。ってことで第5位から早速いきますが、まず第5位ですね、ここは悩ましいですがナビケイタですね。はい、ナビケイタが5位な理由としては結構シンプルで、まあ、総合値が 11,800 っていうところ、まずケイタの悪いところというか評価が5位になった理由ですけど、総合値がやっぱりちょっと低めですよね。今回のラインナップの中だと低めで、能力のところを見た時に彼クラッシャー DMF なので守備してほしいんですが、結構パスとかシュートに能力値振っちゃっているので、ゴリゴリしっかり守れるタイプではないっていうところですね。エンソフェルナンデスぐらいあの攻撃面がぶっ壊れていれば、まあ、それはそれでいいのかもしれないんですけど、そうじゃないのに守備ができないってなってしまうと、どうしてもちょっと評価低めかなと思います。であとは S ランクのスパイシーパスカットっていうパスカットスキル持ってきていて、相手フォワード全員のスタミナ消ダウン、味方ディフェンス選手全員のスタミナ消回復ってパスカットなんですけど、悪くはないんですが、やっぱりタックルがいいよね。正直タックルがいい。ここがやっぱケイタのねちょっと評価難しいところですね。逆にナビケイタのいいところとしては DMF クラッシャーっていう貴重なプレイスタイルです。なかなかね DMF クラッシャー自体が少ないので、そうやって考えるとね、そういう意味では持っておいて損ない選手なんじゃないかなと思います。で第4位がウェズレイ・フォファナですね。もうこれはですね、個人的にはもっと上の順位でもいいと思ってますが、やっぱりなんといっても素晴らしいタックルスキルですね。正直フォファナってタックル AB、 パスカット AB、 マーク A ということで、守備能力が平均3700しかないと、そんな高くないんですよね。悪くはないけど、でカゲロ、パスタックル特大アップ、パスカットダイアップ、投手の化身パスカットとパワーダイアップ、悪くはないけどピンとこないですよね。ただね、デスパレートタックル持ってるんですよ。一定時間タックルが特大アップし、対象選手1人のシュートとドリブルとスタミナが大ダウン。壊れてるね。シュート、ドリブル、スタミナ、大ダウンはやばくないですか。このね、相手のタックルを下げる、相手のドリブルを下げるってタックルの怖さなんですけど、例えば私のセントラルディフェンスミッドフィルダーってモドリッチ使ってるんですね。タックル BB しかないんですよ。なんかあのファイティングタックルっていうのをつけていて、対象選手1人のドリブル特大ダウンがあるので、まあ言ってもモドリッチのタックル能力がそんなに高くなくてもボールを奪えるんですよね。自分のタックルは特大アップするし、相手のドリブルは特大ダウンしてるわけですから、それこそ相手がドリブルスキル仕掛けてきて、相手のドリブルが特大ダアップしてたとしても、それを無に着せるわけですよ。まあそれは強いよねっていうスキルなんです、このファイティングって。でそれの上位互換ですね、ドリブルを下げるだけではなくシュートも下げるよというのが、今回フォファナが持っている、最強タックルレザルトなあデスパレートなんです。でシュート下げる意味ってあんのって話なんですけど、万が一例えばデスパレートタックルを発動したのに、相手のドリブル特大ダウンしたこっちのタックル特大アップして、でもボール取れなかったよ、でもドリブルで抜かれちゃいましたって時に、その選手のシュートはもう大ダウン、特大ダウンしてるので、その選手がシュート打ったとて入る確率ががっつり下がってると。まあこれがね素晴らしいタックルなんですよ。まあ、語り始めればキリがないんですけど、デスパレートタックル集めるためだけにフォファナ引いてもいいんじゃないかってぐらい、なんなら今回のこのガチャでフォファナ来た時に、いやフォファナ使わないんだよねって方は多いと思うんですけど、フォファナ使わないんだったらとりあえず自分のサイドバック全員にデスパレートタックルつけといたらマジで失点減ります。試合中見たら分かりますし、 SWCC の上位層見ても分かりますけど、マジでこのドリブルを下げるタックルっていうものを持っていることで相手の攻撃をシャットアウトしてる方がすごい多いんですよね。
ちょっと熱く語りすぎましたけど、マジでデスパレートタックルはやばいって話です。超優秀ですね。はい、フォファナです。4位です。で、今回このフォファナ4位にしたのは、正直このデスパレートタックルを欲しくてこのガチャ引く人って、あのフォファナ使う気ないと思うので、フォファナ単体で使うってなった時にはまあ4位が妥当かなと思います。さあ、そしたらお次第3位はブカヨサカですね。総合値 13,000 の限定ジョーカー、メインスキルはセイビアです。相手ディフェンス選手全員のタックルとスピードを下げれる、かつスタミナもショーダウンとね。ブルブル SA、 シュート SA、 素晴らしいですね。限定ではありますが、イングランドリーグスターズのフォーメーションコンボで使用している場合は、途中出場させると能力、全能力特大アップですから、まあここも壊れている性能じゃないですかね。もちろんフリアン・アルバレスには遠く及ばないですけど、十分以上の活躍ができる選手だと思います。で、サカなんですけど、じゃあどんな風に育成するかって考えたら結構シンプルで、私だったら1個は必ずシュートスキルつけますよね。普通のシュート、普通のシュートつけます。できればマイティとかトリックとかジャンピングボレー、ウィムジーとかね、ジャンピングボレーができるシュートがいいですが、ラインだったら何でもいいですし、なんなら今レジャまで来てるソウルフルとかでもいいと思います。で、そうするとセイビアと、まあ、この獣人なる突破者でドリブル2個になるわけです。ってなるとブローニーロングと通常のシュートがついてるわけですから、もう一つは私だったら通常のシュートをつけて通常のシュートを2積みにします。もちろんトラップスキルとかつけてもトラップ B なので発動するかもしれませんが、限定ジョーカーにトラップつけるほどトラップって余ってないので、でもしも例えばこの獣人なる突破者がないよって方、限界突破してないよって方ですね、ブカヨサカを限界突破5回せずに運用するよって場合は、通常シュートとドリブルスキルつけてあげてください。ドリブルスキル2個は必ずいると思います。で、遺跡特訓どこ行かせるかって話なんですけど、私だったらもうアンタッチャブルと勝者の嗅覚で決まりですかね。マシンガンラッシュでシュートドリブル発動率特大アップしてますから、それをさらにね一つずつ特大アップして、シュートドリブルに関してはサカに任せといたら大丈夫っていう選手に育てるかな。さあ、そしたら第2位いきましょう。第2位チアゴですね。チアゴのいいところからいきましょう。マジで試合を作れる OMF です。パス SA、 ドリブル SA、 運べるし出せる、素晴らしいですね。で、特徴の多さも魅力的です。シュートとパス特大、パスとドリブル特大なので、実質オフェンス能力全部特大アップしてるんですよね。パスはプラスで特大アップしてて、かつオフェンス能力大アップなので、まあ、本当にぶっ壊れてる、性能してるなと思います。で、キックアンドラッシュ、ドリブルスキル、ショートパススキル、発動率大アップ、チアゴになってますよね。ただですね、やっぱり総合値が 13,000 なので、あのトップオブトップの OMF ではないかな。プラティニとかメッシとか、まあ、メッシウィングですけど、ああいうクオリティを持ってるかと言われるとそうでもないですね。分かりやすいところがシュート B かな。これでシュートが例えば S とかね、 A とかあったらすごかったんですけど、まあ、そこがないのがチアゴの弱点。あともう一個はスタミナ管理系がね苦手なところがチアゴ弱点だと思います。一応ペネトレートパスはありますが、彼自身がねどこまでこのペネトレートパスをいっぱい打ってくれるかがちょっと未知数。私アタッカーの選手、いろいろいるんですけど、もちろんいるんですけど、なんかあんまショート一回ショートパススキルつけた時にあんま出してくれなかったんですよね。チアゴはパス値がめちゃめちゃ高いので、もしかしたらこの数値に応じてスキルの発動率が何か変わるのであればめちゃめちゃ強力になるかもしれない。で、 A ランクセービア持ってます。おすすめのスキル構成ですが、私なら2パターンあると思っていて、まずこの狭間、これを滑る者が解放されていたとしても、解放されていなかったとしても、ロングシュートとショートシュート、まあ、通常シュートがまずワンパターンですね。もう一パターンが、ロングシュートもしくは通常シュートとドリブルですね。うん、ここはもうね、手持ちの在庫で相談するといいと思います。チアゴマジで使いたいんだったら、グリーズマンが持ってるドリブルの後にパスが発動するチェーンドリブルつけるとペネトレートパスめちゃめちゃ出してくれるから超強いと思う。で、チアゴなんですけど、私がチアゴ育成するんだったらシュートスキルつけはすると思うんですね。ってなるとシュートの発動率上げたいんですよ。キックラッシュでドリブルショートパスが上がってるので、シュートの発動率で勝者の嗅覚一つで、もう一個何やるかって言ったら、ドリブルスキルつけるんだったらドリブルですし、ドリブルつけないなら私ならショートパススキル試しに発動率上げてみます。ペネトレートって発動すればするだけ強いんです。ただなかなか発動しないと思うので、発動率上げてあげるといいんじゃないでしょうか。
そしたら最後ですね、今回大鳥孫風味いきましょう。もういいとこしかないですね。悪いところは総合値が1万4000ないこと、いいところはそれ以外全部です。以上です。本当に優秀、特徴全部強いし、ソニックストリーム、ドリブル、スピード、オフェンスマスター、オフェンス能力、ゴールベナラ、シュート、ドリブル、いやすごい。マシンガンラッシュでシュート、ドリブルのスキル発動率も特大アップ、いやすごい。レフトウィング、レフトミッドフィルダー両方できて貴重なカットイン、すごいとこしかない。ビゴラスドリブルは相手ミッドフィルダーのパスカットとマークが特大ダウン。ディフェンス、選手全員スタミナ昇段、こちらも悪くないし、なんなら強い。 A ランクのトリックも良い、いやこれは強いですね。いや素晴らしいと思います。ソン・フンミンスキルつけるならロングシュートは必須ですね。ぜひつけてあげてください。決定力 SA ですから、これはねつけないともったいないです。ロングシュート必ずつけましょう。でもう一個何つけるか問題なんですけど、通常のシュートかトラップですね。通常のシュートかトラップで、もしもこの超音波の超音速の翼が解放されてないならロングシュートと普通のドリブルつければいいと思いますが、解放されてるなら私おすすめはロングシュートとトラップです。でもしもトラップないんだったら通常のシュートつけてあげるといいかな。おすすめの移籍特訓先は、一応マシンガンラッシュでシュートドリブル発想率速度アップしてますが、ドリブルもう一個欲しいですね。せっかくウィングで超優秀な選手なのでアンタッチャブル1個確定として、もしもトラップスキルつけるんだったらマグネットタッチ、つけないんだったら勝者の嗅覚でいいかなと思います。ってことで今回はイングランドリーグスターズ当たりランキング&育成講座ということでね、動画撮らせていただきました。もしもねこの選手にこのスキルどうですかみたいなものがありましたら、ぜひコメントいただければ幸いです。ってことで本日もここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになっております。豆腐でした。バイバイ。